熊本では例年6月1日に厄払いや長寿のお祝いの神事が行われます。町内各地の神社でも同級生で集まり神事が行われました。その様子をご覧ください。それではただいまから厄入りの祈願祭を執り行います。御祭りの始めにあたりまして、ご神前にご一礼ください。主罰周一、本川の塚
ください。それではただいまから皆様方にご拝礼をしていただきます。ご代表の方は前の畳のところまでお進みいただきまして、お参りください。他の皆様の方はその場でご代表の方に合わせられましてお参りください。拝礼の作法は二礼二握手一礼です。2回お辞儀をしていただいて、手を2回叩いていただいて、最後に1回お辞儀になりますので、それではご代表の方、前の畳の方にお進みください。はい、どうぞ畳の方に。それでは御祭りの納めにあたりまして、ご神前にご一礼ください。以上をもちまして役入りの祈願祭に進みました。本日は誠におめでとうございました。そりゃんとか大事ですじゃあ何枚かお取りしますね。してもらっていいで、軽く顎引いて、猫背なとか、あ、いい、その英語、はい、もう一回、今度ちょっと光りませんので行きます。あ、いいです、はい、もう一回、はい。今回、同い年の男性皆さんで集まられましたが、はい、お久しぶりでしたか。はい、まさに10年ぶりぐらいですね。まあ、ちょこちょこと同じ職場の人も3人ぐらいはいますけど、ほとんどもう職場とか別々でバラバラでですね、もう10年か、まあ、20年ぶり会う同級生もいましたね。なかなかコロナ禍でできない、同級生集まれないっていう中で、はい、こういった機会で集まれるっていうのはどう思われますか。やっぱ感謝ですね。やっぱ同級生ともども健康で楽しく、相変わらずなんか面白い人もいてですね、結構日頃のストレスを吹き飛ばしてくれますね。だからこの集まりは大事かなと思います。本当、また20年後30年後もこの状態で集まれたなと、皆さん元気で集まれたなと思っています。皆さん仲が良くて、本当いい雰囲気だと思います。では以上です。どういう状況ですか。何のお守りですか。役入り、お守りもらいました。You've got a